残り800、岐阜勢が下げて今度は入れ替わるように大竹歩が外を上がっていきます。800を切って1コーナーカーブ、大竹が一旦中断、岐阜コンビを抑えますが、ここで1番車佐藤が外を上がっていきます。さあ佐藤和也が前々に攻めるのか、しかし前で誘導を切って芦沢達弘一旦先行体制、さあ芦沢が一旦先行を取る構え、中段潜り込んで6番の長尾と1番の佐藤が絡んで、その後ろから大竹歩3コーナーから一気に踏み込んでいきます。さあ前は芦沢達弘でしたが、大竹歩外を上がってようやく2番手、内から1番の佐藤が救っていく、佐藤和也が内から救っての先行です。これを強引に大竹歩が叩こうという展開、1コーナーから2コーナーようやく大竹歩が前を捉える、2番手1番の佐藤和也が絡むのか、しかし3番車松岡はここはしのいで最終バック、いやまだ絡んでいく、佐藤和也が番手線もつれている。さあ先頭は大竹歩、番手もつれて松岡健介と佐藤和也、おっと1番の佐藤和也落車点と後方で大量落車、落車点です。さあ逃げる大竹歩を追い込んで7番の芦沢達弘、後ろから6番の長尾健太だ、長尾健太が大外強襲。